二の三埴輪の森を、やっていくよ。私もちゃんと理解しているわけではないが、今のところ遭遇している奴は土偶だよね。鳥の後ろに見える置物が、埴輪だよね。うわぁ、砲台だ。ひまわりクッキーだ。よし、体力全回復。ふむ、盾持ちの埴輪か。うん、しっかりと防いでいるね。こいつ、こちらの動きに対応してやがる。ノーダメでも落下死は防げまい。なるほど、その手があったか。危ねえ。ノーダメだが盾に接触すると、ノックバックするのか。盾に乗らなくてもこうすれば、OK。ダメージ受けすぎ。
今度は剣を投げる埴輪だ。当たるのね。一旦しゃがんでやり過ごす。お、聖者だ。あ、ルーちゃん。くそ、被弾した。あかん、これはまずい。お、チェックポイントだな。ふう、ここまで来るのが長かった。ふむ、ステージ2のボスは実中ハックあの人だろうね。うわ、厄介な配置だな。なん、だと。
む、厄介ないし見放題。今だ。グヘイ。まずい。お、また聖者だ。ふう、体力全開。ここは一瞬の油断が命取りになるな。あ。危ねえ。今回埴輪の殺意がすごかった。次はボス戦かな？とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。